動画のご視聴ありがとうございます。旅すべきもの男子バオシンです。この旅動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。現在地は島根県松江市の堀川遊覧船大手前広場乗船場にいます。次回の旅行シリーズを大発表という動画で宍道湖遊覧船に乗ると言ったんですけれども、すいません、急遽予定を変更しました。今回僕の妹も松江に行くことになったので話し合いの結果堀川遊覧船になりました。まあみんな見てないすいません、ちょっと変な声が聞こえたと思うんですけど、僕も今回が初めてです。どんな景色が見れるのかも分かりませんので、とにかく楽しんでいきたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速乗船したいと思います。ここがチケット売り場になるんですね。早速中に入ってみたいと思います。運行時間ですが朝9時から夕方の6時までとなっています。その中入ってみましょう。待合室こんな風になっているんですね。で、こっち側を見るとコインロッカーもあるんですよ。300円で利用できるみたいです。いらっしゃいませ、はい、どうも気をつけてくださいね。はい、どうも。そんなこんなで時間となりまして、いよいよ堀川遊覧船に乗り込みます。ちなみに乗船料はこんな感じです。補足しますと、この料金表は堀川遊覧船のホームページにあった資料を引用し、画像編集ソフトのフォトショップを使って作成しました。そして一見すると間違いやすいのが、この料金表は1回の利用ではなく1日のうちなら何度でも乗れる、そういう意味合いの料金となっています。だとすれば超お得ですよね。なんか今の時期は風鈴がどうとかって、またつけます。あ、これから。これからですよ。あ、わかりました。一番下で置いといてくださいね。はい。おお、ちょっと揺れますね。はい。ちょっと揺れるので、揺れを使いたいと思います。履き物はここです。頭気をつけてね。ちょっと低いので、頭を気をつけて。いらっしゃいませ。はい。よろしくお願いします。頭気をつけてくださいね。はい。屋根を下げてるところで、うわ、すっげえ下がる。堀川遊覧船出発でーす。ぐるーっとします。一周して、それでここに帰ってきます。はい、わかりました。乗船券、一日乗船券ですので、3箇所発着場がありますけれども、どこで降りられてね、どこで乗られても何回でも降りられてます。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。前方のね、橋ですね、工事をしております。今、掛け替えで工事をしています。だいぶね、橋の方もね、できてきております。うん、中に入って、今、上の方をね、船を通過です。船の前方今、船の前方にアオサギいます。アオサギです。親ですね。あ、親なんだ。松江の方で、子供を産んでここに帰ってきてますけど、今は親しかいないですね。左側を見ていただくとね、まだ今の時期にね、たくさん観光して、この日のようにね、本当に水鳥がいっぱいいますね。今度はね、右側見てください。江戸時代、家屋敷が
あれかな、あれですね。そういえば今日は七夕なので、七夕飾りっぽいものが武家屋敷に見えるんですけど、あれがそうなのかな。右側のね、武家屋敷が屋敷ですね。何かお蕎麦屋さんになって、さっきあそこの何だっけ、タタラの家さんでお蕎麦食べてきたんですよね。美味しかった。この動画ぜひ見てください。100選にも、ね、選ばれております。また時代劇の、ね、ロケ地になったところでもあります。清水玉で一体でございます。船は右。遊覧船が来ますよ。通過しました。U ターン。振り向けないのでここで手を振ります。今 U ターンしました。 U ターンしてもう一度。いいですね、川の上だから結構風が気持ちいい。そうそうそう、今日気温が高いのにね、こんなに暑いという感じないこの風は最高です。終電事故の遊覧船の時は帽子が飛ばされるんじゃないかと恐怖を覚えたことがある。今日はね、心地がいい感じ。もう一度さっき通過した足を飛び抜けます。稲荷橋を通過です。終電事故とか荒川のライン下り、それから栃木の蔵の町遊覧船乗ってきましたけど、ここが七夕が一番入ってきたんです。本当に風が穏やかで気持ちがいい。Thank you.
江戸時代には七夕平安公園赤殿御殿があったと。松平不昧公庭園もあったんですね。絶好の町は花の戸町で緑と草に覆われてね、日々に紅葉して赤殿御殿に屋根が半分下がってます。今トンネルの中を進んでいるところです。屋根がちょっと変わってます。今この状況で踏んでおります。今トンネルを抜けました。やった、拍手できないけど全部上がりました。屋根全部上がりました。内堀から外堀、今のが1個目の屋根を下げないと通過できない橋ということだったんですけども、また船頭さんから案内があるとは思うんです。いや風が気持ちいいね。やっぱり Thank you.
れてて、なと言われて。すみません、今こういう状況です。こういう状況で撮ってます。かなりやばい。屋根が下がっていく。全部下がる。そして新米子橋に侵入。通過しました。屋根が上がる。あ、でも屋根が上がるとなんとか入りましたね。楽しい。シンプルに楽しい。船頭さんが自ら管理をされている。アジサイがだいぶ終わり始めてますからね。昨日は鳥取大学で流絶覧を見て、今日は堀川遊覧船でたくさんの花、特にアジサイ、アジサイとあと名前が分からない。ああ、これ本当綺麗だな。4つ目の橋です。これから屋根が下がります。また屋根が下がってます。全部下がります。橋の下が見えるかな。橋をくぐってるとこ見えるだろうか。一応見えてるな。すごい狭い。今通過。今屋根上がってます。天気が良くなってきた。今度はね、左側を見てください。女の人の幽霊前段に出てくる女の人の幽霊です。また広いところに出てきましたよ。船の前方で森の上にマッセ城が見えてまいりました。後ろの高さは上地城、松本城に見えてくる高さです。また1階の床面積は上地城に次いで何メートルいかれております。下堀橋を通過です。あれ、もう終わり。あと10分で、ね、白い鳥がいますね。木の枝の上にサドルが乗っています。今船が停泊中です。上の方を見やると松江城が見えます。素晴らしい。で、左に曲がり、大手前に向かっております。もうすぐ大手前広場の乗船場です。50分あっという間でございます。50分間乗船して帰ってきます。あ、楽しかった。はい、帰ってきました。ごめんなさいね。いや大丈夫です。はい、ごめんなさい。通りを履いてガンガンでした。50分間の堀川巡りが終わりました。あー、楽しかった。
はい、というわけで今回の旅動画はどうだったでしょうか。ぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。皆さんもよかったら堀川遊覧船乗ってみてください。ほんと楽しいです。というわけで最後まで見ていただいてありがとうございました。